あなたって結構頑張る人なんだね。私が助けてあげる必要はないみたいだ。エリシア、ビルビー、私は長い夢を見てたの。夢どころじゃないでしょ。30分も消えてたんだから。キアナちゃんとブローニちゃんは大丈夫？大したことはないよ。このエリアを調べた時、彼女たちも幻覚を見たみたいだけど、幸いデュランダルがすぐに気づいたから、あなたと同じ目に遭うことはなかった。さあ動かないで、あなたの状態を確認するから。よろしい。後遺症は特にないみたいだ。キアナたちのところに行ったら？私は別の用事があるから。待って、四季のリツちゃん、他に何か用？先に言っておくけど、私は今本当に忙しいんだ。私が消えてたって一体どういうこと？私がどういう状態か分かってる？つまり今のあなたは委員長から独立した状態ってことかしら？ふん、大雑把に言うと今の私は一枚の羽でしかないんだ。でもその羽が一体何なのか、あなたたちは気になったりしないの？都政の羽の一部なのよね。じゃあ都政の羽はどうやって作られたの？前起源の律者コアで。あ、まさか断りの律者の状況みたいに都政の羽の羽って実は。うん、近いね。普通羽は一種の記録装置、もしくは特殊な通信機として使えるけど、本質の話をすると、羽は律者コアの内側、虚数空間と現実をつなげる一つの接続口なんだ。ゼーレが漁師の海に消えたって話を知ってるでしょ？私の現状も、さっきまであなたが体験してたことも、どっちも似てる。唯一の違いは、私たちの実体を否定したのは漁師の海じゃない。虚数空間だ。ただ私のコアは生まれながらにして内外反転が得意だけど、あなたたちは苦手みたいだね。幻覚とか夢とか急に消えるとか、空間が混乱した場所で起きる生根計画のあらゆる影響は、そういう内外反転と関係があるんだ。やっぱりウサギの仕業なのかしら？それはどうだろうね。さて、私は先生なんかじゃない。あなたたちの味方に科学者は何人もいるでしょ。これ以上複雑な質問は彼女たちに聞けばいい。いろいろ手伝ってあげたんだから、私もそろそろ休みたいんだ。まずはキアナちゃんとブローニャちゃんのところに行きましょう。先輩、心配をかけたわね、キアナちゃん、ブローニャちゃん。
四季の律者とデュランダルさんのおかげでなんとかなりました。とにかくメイ姉さんが無事でよかったです。そうだよ、成婚計画の小細工って。ええ、でも危機はチャンスにもなるわ。例えばさっきのアクシデントで全文明が残してくれたバックドアに私は気づいたかもしれない。なるほど、テスラ博士ならきっと興味があると思うよ。テスラ博士？本当の意味で終焉の律者と対峙するまでネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって博士が言ってたのを覚えてるかな。多分メイ先輩が見つけたのはそういう改善の余地みたいなものなんじゃないかな。でもデュランダルさんの思い出のものと同じ機能を持ってる可能性もあります。デュランダルさんの思い出のもの？あ、メイ先輩はきっと驚くと思うんだけど、実はデュランダルは私に遺伝子をくれた本当のキアナだったの。彼女は事故で記憶を失って、その後もいろいろなすれ違いがあって、今日一緒にパパを助けに行った時にカスラナの聖魂空間で思い出のものがあったから、やっとその事実を知ることができたんだ。なるほど、どうりで。え、メイ先輩はちっとも驚いてないの？いいえ、確かに思いもよらない出来事だけど、とても辻褄が合ってるわ。ブローニャちゃんも同感なのよね。それでもブローニャはメイ姉さんよりびっくりしてたと思いますよ。でもこのことに驚いた人といえば、学園長でもその事実を知ってしばらくぼーっとしてたみたいです。とにかくそういうこと。その思い出のものは私たちが記憶を共有した後に跡形もなく消えちゃったの。ブローニャはそのことを言いたかったんだよね。はい、確かにその可能性も否めないわね。ただあの十三英傑のビルビーの作品だから私は信じたいと思うの。なるほど。あ、みんなはここにいたのね。メイ、大丈夫だった？学園長、すみません、みんなにも心配をかけてしまいました。そう言わないで、メイ、無事で何よりよ。さっき四季の律者が状況を教えてくれたの。あなたたちはメイが手にしたビーコンをネゲントロピーの博士たちに調べてもらうつもりなのよね。うん、ちょうどよかったわ。キアナとメイをソルトレイク基地に連れて行こうと思ってたの。もちろん念のため四季の律者も護衛として一緒に来てくれるそうよ。それならセイフレイヤはしばらくブローニャが守りますね。ええ、ジークフリートが開演場に到着した後、フカが支援しに来てくれるはずよ。今のところ開演場はとても安定してるから後方拠点として扱えるわ。ネゲントロピー側は相当練り上げた作戦プランを用意したようですね。そうなの。でもメイのビーコンはきっと彼らにとってもサプライズになると思うわ。ちなみにいつ出発する予定ですか？四季の律者は休憩に行ったようですが。え、約束したのに。あのね、別に私はあなたたちに雇われたバイトなんかじゃないんだから、呼ばれてすぐに行く筋合いはないんだよ。あなたたちがまたウサギの罠にかかっちゃうかもしれないって心優しい私が心配してなかったら、こんな仕事をすることだってなかったんだ。四季の律者ずっとここにいたんだ。うん、誰かさんが話をきちんと理解できていないみたいだからね。私が約束したのはライデン・メイを見つけて彼女とキアナを守ることで、別に一緒に行動するなんて言ってないけど。テレサ、あなたは天命の司教なんでしょ？
S 級バルキリーは全部あなたの部下なのに、それでも満足できないの？四季の律者、あなたの権能は唯一無二のものよ。当然だよ、あなた褒めても何も出ないよ。もちろんそうよね。だってあなたは自由な律者だもの。あなたならどんなに遠くにいようと、必要な時には必ず私たちを守ってくれる。私はそう信じてるわ。何を？もうどうでもいい。あなたたちの本性がやっとわかった。どうにかして頼み事を引き受けてほしいだけでしょ。私がいないと何にもできないから。あの、皆さん喧嘩をやめてください。お嬢ちゃん、ここはあなたが出る幕じゃないよ。それに喧嘩じゃなくて、彼女たちがどうにも情けないからカウンセリングを受けてもらってただけ。でも今はみんなで一致団結しないと。誰の力が欠けてもダメです。前に会ったスーサナさんもごく普通のバルキリーでした。でも彼女がいなければ開演場の時にもっと手間がかかったはずです。ジェーレン、はあ、もう勝手にして。ジェーレの顔に免じて、これは貸しだよ。わかった？つまりみんなと仲直りしてくれるんですね。とにかくそんな純粋な目で見ないで。あとその変な話し方もやめて、お願いだから。ごめんなさい。で、そろそろ出発できそう？どうやら大丈夫みたいね。言っておくけど、本当に必要な時にしか手を貸さないよ。ボサ頭、分析結果のことなんだけど、そっちはどれくらい進んだ？テレサさんが持ってきた岩石のサンプルは全部分析済みだよ。簡単に言えば、星外の物性は律者コアに近い。かつては特殊な形をした虚数特異点の構成単位だったんだろうね。けどこれはあくまでも活性化できない破片だ。引き続き割り出せる情報も限られているだろう。それについては後にして、今のケビンがどういう状態か、あるいは終焉の律者の誕生規則が何なのかについて推測できる？ケビンの方はまだ何とも言えないが、後者についてはまずは君の認識齟齬を指摘しよう。終焉の律者は無から生まれるわけではないんだ。おそらく終焉の律者はずっと存在している。はあ？さっき星外は活性化できない破片って言ってたじゃない。それは間違っていない。だがケビンや負荷の話によれば、終焉の権能は時間だ。律者コアが虚数特異点である以上、それ自体が虚数空間の不動点だから、時間をその仕組みに加えてみると、とある結論にしかたどり着けない。終焉の律者は何らかの形で時空変換の影響を受けないようにしている。ちょっと待って、じゃあもっと大きな矛盾が出てくるじゃない。もし終焉が時間の影響を受けないんだとしたら、成婚計画は一体どう時間を使って奴の力を奪ったわけ？そうだね、確かに矛盾している。でも成婚計画とは結局のところ終焉と表裏一体な存在に過ぎない。え？ケビンの態度を負荷から聞いて、僕はあることに疑問を抱いたんだ。ケビンから見て、なぜ成婚計画を実行すれば必ず崩壊に勝てるのか。勝てないから仲間入りするだけじゃないの？ならどうして崩壊に仲間入りする必要があると思う？ケビンが言ってたじゃない、
崩壊は法要だって。あ、君も気づいたようだね。眉が何を指しているかはわからない。でもそれは何らかの片枠なんだと思う。聖魂空間は現実と虚数空間を同化させる。それもおそらく前提を無視した強制的なやり方で。その推測が成立するなら、ケビンが背負う終焉の権能、それはいずれ全人類に分け与えられる。その時が訪れた時、生き残った人類は終焉の影を与えられる。まあその際終焉は多分無害になっているだろうが。その考え方でいけば、例えば新人類が支配の律者の人形だとしたら、聖魂計画そのものが支配劇場を作り上げてるってことかしら。いえ、ちょっと違うわね。聖魂計画は聖魂覚醒者を直接操れない。ヨルムンガンドも彼らの自由が失われるはずがないって思ってる。だとすると旧人類は支配の律者が操る人形みたいな礎、そして新人類はオットーのような存在なのね。ああ、しかしそれは例えに過ぎない。多少不合理な部分もある。まあここまで話せば、君が研究しているビーコン、その重要性も明らかになってくる。あ、そうね。そっちの結果ばかり気にしてて、こっちのことは全然話してなかったわ。今得られる結論だけを見れば、私たちは確かにネイが見つけたビーコンを発信装置として使うことができる。ただビーコンはとある存在しない対象に向かってメッセージを送り続けているみたいなの。測量結果から察するに、ビーコンはメイのコアをエネルギー源にして、とある簡単な重複信号を虚数空間に向かってずっと発信してる。簡単な重複信号が何を意味するのかまではわからないけど、発信装置のデザインを見る限り、多分受信相手を見つけられていないはず。圏外状態の携帯が必死に基地局を探しているようなものよ。対象は起源の律者なんだろうか。わからないわ。技術面では検証しづらいの。だって今まで本当の意味で起源の権能を見た人間はいないから。それよりももっと気になるのは、メイがどうしてビーコンを見つけられたのかよ。四季の律者が僕たちに注意したことと関係があるんだろうか。メイが聖魂計画に狙われているだったね。そうよ。その話とケビン本人の言動で一つ微妙なことに気づいたの。聖魂計画がビーコンを作ったのか、もしくはビーコンが聖魂計画の中に隠されていたのか。どちらにしてもメイが聖魂計画にとって極めて特別な存在であることを示しているわ。そのことが最終的にどのような結果を手繰り寄せるのかはわからないけど、どうであろうと試してみる価値はある。つまり天命の当初作戦のように、メイのやりたいことは第二次ムーンライトスローン計画と矛盾してはいないんだね。ええ、もちろんキアナのためでもあるしね。こうなると作戦計画の目星も大体ついたわ。長光が行っている実現の可能性に関する実験が終わったら、全員を呼んで連合作戦会議を開きましょう。ここからはド派手に行くわよ。それも聖魂計画に負けない規模で行こう。第42実験室の心情は覚えてるかい？万物の支配に大信心を持つ者はあらゆる存在を喰らえる。あの頃は実験室の壁に刻んだものだ。ねえ、それってジャンクフードを食べるための言い訳じゃなかったの？そうだったかな。とぼけないで。それを刻んだのは実験室の厨房だったわよ。